サイエンスピリチュアルの朝日太郎です。本日は様々なカテゴリー、主義、自己覚醒、カウンセリング、運気などなど、その中から皆様にご参考アドバイス申し上げたく、スキャンチョイスさせていただきましたのは、この時期春から新しい環境で生活が始まり、数ヶ月が経過し、緊張やストレスがピークを迎えやすく、さらに春から夏へと季節変化も相まって、体調に様々な症状が出やすく、その中でも特にご相談の内容として、この時期多くなるご内容とは、不眠にございます。不眠とはただ単に寝れないということではなく、自然と気分が落ち込んでしまったり、無意識に不安を探し、自分で自分を焦らせてしまったり、不思議なことに何をやるにしても面倒な気持ちとなってしまい、集中力が低下し、さらに倦怠感、食欲不振、めまい、頭痛、肩こり、下痢、便秘、吐き気、腹痛、動悸、息苦しさなどなど、様々な体の不調をも起こしやすく、その心身の辛さ、そしてご自身ではどうしようもできないその苦しさ、私、涙が出るほどスキャンにてお気持ちよくわかっております。そこで、今回皆様にお送り申し上げたいサイエンスピリチュアル朝日太郎スキャンアドバイスは、不眠や睡眠が浅い方々、そしてそこから連鎖生じ、心身の様々な不調に悩まれる方々に、呼吸と筋肉を巧みに操縦し、脳と内臓をつなぐ瞑想神経を反応させ、自律神経の安定と脳血流の向上を図り望み、その健康の因となる不調をお払いしましょう術法、ご伝授お送り申し上げます。それでは早速参りましょう。まずはステップ1、鼻から息をゆっくりと吸えるところまで目いっぱい吸ってまいります。ステップ2、口をあいうえおのね、ふの字、ふ、はひふへほのふ、ふの字の形で口から息をゆっくりと吐けるとこまでと吐きます。そしてこの吸って吐いてをワンセットと換算して3セット繰り返します。さらに続けて最後に、安眠無効、払いたまい清めたまふ、という言霊を唱え言葉として心の中で声に出さず、心落ち着くまで唱えてください。それでは一緒にまずは行ってみましょうね。はい。鼻から吸って、口から吐く。2セット目。鼻から吸って、口から吐く。3セット目。鼻から吸って、口から吐く。先にも申し上げたように、この後最後に、安眠無効、払いたまえ、清めたまふという言霊を心の中で声に出さず、心落ち着くまで唱えるんですが、今は私、皆様に分かりやすいように声に出して一度だけ唱えますね。それでは、安眠無効、払いたまえ、清めたまふ。今度はこれを一連の通しでもう一度やってみましょう。いきます。はい、鼻から吸って、口から吐く。2セット目、鼻から吸って、
お口をふの字にして口から吐く。3セット目、鼻から吸って、お口をふの字にして口から吐く。最後に心の中で、安眠無効、払いたまえ、清めたまふ。そうです。皆様上手ですよ。この方法を不眠に悩まれる方、眠りが浅い方、さらには頭痛や肩こり、腰痛や倦怠感、気分の落ち込みなどなど、心身に様々な不調を感じられる方、はたまた今は何も不具合はないという方も、この術法を就寝前にお布団やベッドで仰向けの状態で行っていただくと、さらに効果的かとスキャンにて感じております。皆様の毎日の日課としてご活用いただけたら心より幸いにございます。またスキャンにて降りてまいったこの術法の仮説エビデンスは、呼吸によって横隔膜が動きやすくなり、腹圧が高くなったり低くなったりと、お腹の中で程よい心地よい刺激が繰り返され、横隔膜や胃腸、肝臓などについている迷走神経という副交感神経につながる、いわばリラックス神経が反応し、自動的に自律神経の安定と、さらには脳血流の向上へと連鎖し、脳は快適な睡眠が取れるための準備が整い、あとは自然と安眠への旅に誘われやすくなりますので、焦らず毎日楽しみながら行ってくださいね。なお、先に申し上げた言霊は、脳から放たれる脳波という磁力を睡眠快眠が取れやすい状態に誘うための締めの仕上げの一手となることをスキャンにて重ねて感じております。あなたに最高をお送りいたしたく、ぜひ皆様の健康的な睡眠をとるためのご参考となれれば心より深く幸いです。本日も拙い私のお話に耳を傾けてくださり、本当に心からありがとうございました。皆様の笑顔と健康と最高を心より深く全身全霊の気合にてご祈念いたしております。それでは、朝日太郎でした。